昨日維新の、吉村知事がやってきました。私たちの門前仲町に事務所があるんですけどね、門前仲町のすぐそばの赤札通りところでね、吉村知事がやってきて、そこで30分ぐらい喋ってました。で、私ら聞いてました。まあ、X に写真が載ってますよね。吉村さんが写っとる、そのちょうど、吉村さんの頭越しにですね、聴衆をパチャッと写っとる写真があったんですよ。そこによく見ると、私と有本香里さんと飯山香里さんが3人写っとるんですね。はい。本来、飯山香里さんと有本さん、怖いこと、腕組んでね、クワーになっててね、私はぼーっと見てるんですけどね、ほんならね、もう吉村知事ね、完全に私の温度分かってるんですよ。でもね、目と目合わそうとせえへんねん。なんじゃねえと。私、吉村さんともね、飯も何度も食ったことあるんだから、それやのにね、私が温度に、目と目合わそうとせえへんねん。なんちゅうやっちゃうと思いましたね。はい。ほんで、吉村さんね、いくつかギャグ言うてました。ギャグ全部滑ってました。はい。ほんでね、まあね、私はね、喋っとる内容、後でね、ずっと演説してました。ほんなら、その飯山から言ったんですね、演説終わったから、いや、あの吉村知事のあの内容は何やって、内容をいちいち言ってるんですよ。この内容、これあかん、あれあかんっていっぱい言ってる。私は、あのギャグが滑ったかあかんとね、はい。私は大阪人ですからね、やっぱりね、大阪から来て、まあ吉村さん、まあ好きでも嫌いでもないけどね、やっぱり大阪から来たら、やっぱりね、人笑い取って帰れと思うんですよ、やっぱ同じ大阪人としてね。ところがね、しょうもないネタ食ってね、滑ってますね、綺麗にね。ほんならね、それでやめとけえのに、その5分後にね、もう一回同じネタ喋っとるんですよ。はい。もしかしたら聴衆は聞き逃したかなと思ってね、聞いてるっちゅうね。はい。聞いてて思わないから笑ってないのに、もう一回喋るよって。また滑っとるね、当たり前やからね。ほんで私もそれで腹立ってね、思わずやじりかけたよ。ええかげんにせえと、思わないとそのヤグってね。はい。まあ他の内容、演説内容にはね、別に私は特に別になんと思わなかったんですけどね、はい。私はね、笑いにはうるさい。私はね、国会議員、たくさん国会議員、嫌いな国会議員いますけどね、そのうちの嫌いな国会議員に一人に小泉進次郎って言います。嫌いなんですよ。で、私、小泉進次郎、何が嫌いか言うたらね、あの寒いギャグが嫌いなんですよ。はい。あんなおもろないギャグ言うてね、ほんなね、よう田舎とかでね、小泉進次郎おもろないギャグ言うてる。ほんなね、それ聞いとるお前ら、笑うとるんですよ。笑うなよ、こんなことで、と思ってね。はい。すいません、ごめんなさい。大体何を喋ってるんでしょうね。もうちょっと真面目に喋れということですけどね。まあ、その辺はご容赦ください。はい。皆さんはね、もう飯山香里のファンなんで、飯山香里のもう言うこと、理念、そして日本保守党が目指してること、みんなご存知だと思います。はい。ですから、あえてそこにね、もう皆さん分かってること言うともしゃあないということで、今日はもう適当なことを喋ってます。はい。はっきり言いまして、ちょっと手抜いてます。いいじゃないですか。ちょっとぐらい手抜かしてえな。これから20日があんねや。20日がないから2週間あんねや。へえ、そんなもん、いちいち気合入れてたら無理です。倒れます。はい。ですから、今日はちょっと手抜かしていただきました。はい。でもね、手抜くってもね、こんだけ喋りませんね。普通、喋れると思う。もう方30分以上喋ってると思うんだけどね。はい。こんだけ次から次へとね、台本もなしでよう喋りますわ。はい。自分でも何喋ってるか分かりません。はい。なんや、そのぐらい、俺でも喋れるわと。はい。そう言うと、お兄さん、ほな、一回喋ってみてください。はい。喋りますか？ 10 分でも喋ってください。10分喋るの大変やで。はい。分かる？分かりますか？はい。お母さん。はい。分かる？はい。大丈夫だよ。そんだけ喋ったら十分や。はい。分かるけど喋れない。もう、それはちゃんと日本語になってます。はい。はい。なんでしょう。ほっ。ほっ。なんですか、このお母さん、この指は。は。よくわかりません。はい。なんかだけど、指を刺されました。はい。あんまりね、でもね、人間はあんまり指刺さなきませんね。あ、私が指刺したから、ごめんなさいね。はい、すいません。はい。この後はどこ行くんですかね、私たち。まだ決めてない。全然まだ決めてない話です。はい。今日はどこにどういうかわかりません。はい。もう本当に、風の吹くまま、気の向くままということですね。江東区を適当に練り歩きましょう。でもこれ、あれやね、これ、マイクはここについたままだよね。はい。じゃあ、私は歩くのに、一緒にと、これを車を引き連れて歩きましょうかね。あんの？でもね、歩くのしんどい。昨日僕ね、8000歩歩いとるやん。もうね、スマホでね、何歩歩いたかって出るんですね。はい。で、昨日だいぶ歩いたなと思って見たら8000歩歩いてますね。はい。
私も68ですね。こんなもん毎日発生バレたら死にます。はい。えらいことですわ。はい。ね。もうね、20日、2週間も嫁さんの顔見られへんですね。はい。飯山さんもね、ボンちゃんの顔見られへん。ボンちゃんは多分ね、2週間だったら飯山さんを忘れると思います。はい。それは犬ですからね、何やかんや言うてもね、賢いと言うても、はい。まあ、覚えてられません、そんなもん。はい。だから私がですね、飯山さんのカツラかぶって、ボンちゃん言ったら、ボンちゃんはもう、多分間違えて、わーいって来ますわ。はい。先生、そんなこと言ったら、自分の奥さんにね、忘れられないように気をつけた方がいい。そうですね、はい。私は嫁さんに忘れられるように、毎日メールしてます。はい。そうです。ボンちゃんメール見られへんもんね。はい。そこがやっぱり人間と犬の違いですね。はい。でもね、犬はなかなかね、忠実なんです。よくね、昔から言います。犬は、3日飼ったら3年忘れないと言いますね。はい。それに対して猫は3年飼ったら3日しか覚えてないとね。まあそんな風に言われます。はい。猫っていうのはなかなか白状なもんでね。だから猫派と犬はどっちが好きかって。私は猫が好きなんですね。はい。犬はね、ほんとにいじらしい。犬はね、ただこっちおいでーって言ったらね、犬は必ず来ます。で、それはね、必ず来る。それは可愛い。けどね、私なんかね、思うんです。そんなに毎回混んでもええやろと。お前も来たくない時あるやろと思うんですね。でも犬はね、自分が疲れてても、なんか遊んどってもね、飼い主が来いよーって言ったらね、犬はね、また飼い主が言ってる。行かなあかんなーってね、にっこり笑って、作り笑いして来るんですよ。それ見るとね、そこまで気遣うなよと私は思っています。猫はそんなわけにいません。猫はね、100回呼んでもね、1回も来ません。いや、1回ぐらい来るから、ほんまに、ね、猫っていうのはほんま気まぐれなんですよ。でもね、私から見たら、その気まぐれがいい。ね、100回呼んでもね、99回来ない。それでも諦めずに呼び続ける。そうするとね、ひょいっと来てくれる時あるんですよ。そうするとね、嬉しいなぁ、可愛いなぁと思ってね、はい。まあ、猫っていうのはあれですね、まあ、女に例えたら昭和の女みたいなもんですね。はい。たまに来てくれるから嬉しいと思ってね。はい。何の話してるんでしょう。わかりません。はい。何でもいいじゃないですか、そんなことね。文句言うな。はい。ただえ、これ。はい。これでお金を取ってたらね、皆さん怒るかもしれない。はい。でもね、ただの本に文句言うてあげません。はい。誰が文句言ってんのは、ちょっと手挙げてみ。はい。あ、誰もいない。すいません。ごめんなさいね。はい。もうちょっといい加減疲れすぎたわ。いや、さん。すいません。これで接待してよろしいですか。ありがとうございます。アホですね、ほんまね。はい。まあ、こんな外線、どこの塔もないと思います。はい。はい。それでは、すいません。また、車に乗って、また、風の向くまま走ります。はい。この横におられる方はですね、親柳さんと言いまして、車を案内する、道先案内人です。はい。で、中におられるのは、服部さんと言いまして、ドライバー。間違えたよ、ちょっとぐらい間違えてもええやんね。それ文句言うな。はい。はい。はい。貸谷さん。はい。貸谷さん。はい。ほんでね、よくね、もう二人がね、道揉めてますね。いや、そこ右やろ、左やろ、ってね。もうえらい揉めてね。はい。もう、揉めるなと、私はね、言いながら。はい。また、よろしくお願いします。ほな、皆さん、また、適当に走っていきます。ありがとう。ありがとうございます。はい。いや、本当のところね、まあ、非常に実際には厳しい戦いと思います。はい。で、各種世論調査を見ると、どうも立憲民主党が、どうも一歩リードしているということでね、次に追いかけているのが、維新というようなことがあります。はい。だからね、乙武さんっていうのも非常にまあ強敵ですし、はい。まあ、そういう意味ではね、だから飯山がり日本保守党は非常に厳しいですが、しかし、この戦いはね、本当に非常に重要な戦いなんで、私たちも無駄無駄と負けるわけにいきません。はい。ですから、しかしながら、私たちが勝つとか勝たんとかいうもんではなくて、結局のところは、結局皆さんの応援がどんだけあるかです。はい。本当にね、私たちは組織用も何もありません。しかしながら、ここに集まってくれた皆さん、こう皆さんが私たちの組織やと思ってます。はい。ですから皆さん、本当にお友達、あるいはご家族、そういうの一人一人ですね、日本保守党、こっち来いですか。はい、行きましょうか。はい、はい。何でしょう。
よろしいですよ。あ、ありがとう。はい。今ね、お母さんがですね、大変よろしいですよと。はい、ありがとう。素晴らしい一言いただきました。ありがとうございます。はい。それでは皆さん、じゃあ一旦ここで、皆さんとお別れいたします。ありがとうございました。バイバイ。